池間は、強竹と家がガ,ガイモ赤、池間族の鶴生の多年層。別名、ヤマコガメ、コサとも呼ばれる。鶴生で、初夏に伸びて、ヤブの他の草などに巻きついて生え登って葉を茂らせ、高さは2から5メートルになる。鶴の巻き方向は、左から右巻きで、低木に巻きついて寄りかかって成長する。葉は、長さ10センチメートル前後のガガより長いを持っており、 茎に耐性する。形は卵形で、先端はお上に鋭く尖り、基部は深い心形になる。裏面は単緑白色で、葉脈が浮き立って目立つ。葉身の長さ5から15センチメートル、幅4から10センチメートルで、円は前円。下記は7から8月。葉液から葉の上に花が顔を出し、長さ6から12センチメートルある葉平より長い花柄の先に、 計2から4センチメートルの3型花剰をつける。小花柄は1から2センチメートル果敢は単緑色で、つぼみの状態はまん丸であるが、後列して開花すると星型となって裂片は後部へ反り返る。副果敢は白色で花びらの内側にあり、小さな花が多数集まって、花剰全体が玉のように丸く咲く。花が終わると、秋に計1センチメートル 長さ8から11センチメートルの、カガイもか特有の袋かを2つずつつける。袋かは、オクラのような防水型をしており、中には種子を多数作る。秋に袋かが割れ、白く長い種実をつけた、長さ8ミリメートルほどの種子が弾け、風により散布される。独草であるが、昔から、木薬として用いられ、アイヌたちにとっては、ご信用として大切にされた。 地下には長く太い根茎があり、アルカロイドを含み毒性がある。小池間との違いは、小池間の方が池間よりも葉の基部に深い凹みがあり、過剰柄が池間より短いことで見分けがつく。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、産地の林園や草地に自生する。アジアでは南千島、中国に分布する。 日当たりの良い環境でよく育ち、産地の林や土手、草原などで見られる。前僧、特に植物体を傷つけた時に出る白い汁に、シナンコとキシンなどを含み有毒である。誤食した場合、軽症では、嘔吐が、重症では、痙攣が起こることがある。学名の金組むとは、犬を殺すものという意味であり、毒性によって犬を殺すことができるところから、 この名前がついたという。蝶のアサギマダラは、イケマの葉の裏側に散乱して、その幼虫が葉を食べて育つ。アサギマダラの幼虫は、鳥などの外敵から身を守るため、イケマの毒を体内に蓄積すると言われる。本種の和名、イケマは、アイヌ語で、それの足を意味する、イケマに由来する。この場合の、それは、カムイを遠極に指した言葉である。アイヌは本種を古くから呪術用。 薬用、食用に用いられていた。本種の根を乾燥させたものを細かく刻み、紐を通したものをネックレスのように首から下げるか、小片をマタンプシに取り付けて、魔よけとしたという。また、葬儀の時、夜道の一人歩き、寮や旅の時にも身につけて、魔よけとして使われていた。わかめは天ぷらなどの食用に用いていた。根も焼いたり煮たりして食べていたが、 生煮えだったり、食べすぎると中毒になった。漢方では、イケマの根を、馬川昇根というが、利尿、競争、強心薬として、また、食中毒の下毒や、腹痛、脂痛、風邪薬、懐中の駆除として使われていた。ありがとうございます。